ついに今日16歳なんでイベントがもうすぐ始まります。ちょっと今までは4人とかでやったりとかしていたので、3回目とはいえ、バスエイト3回目とはいえ全くドキドキとか緊張とかよくなんか改善できてるわけじゃなくって、もう今まで以上に緊張してるんですけど、でも今日は誕生日だから、私が主役だから私らしく思いっきり楽しみたいと思います。思い出になる一日になればいいといいなと思います。一人で緊張すると思うけど思い切って自分を信じて頑張っていきましょう。あ、言っちゃった、先に言っちゃった頑張っていきまーしょーい、行ってきまーす。モーニング娘。ワンフォーの千秋里帆、16歳です。今日はよろしくお願いします。はい、あれ、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さやしさん、はい、今日はですね、はい、いろんなゲストさんが、そうなんです、さやしさんのために企画を持ち寄って来てくれてますが、はい、中身はほとんど知らされていないという。そうなんです、なんか本当にリハーサルとかも5分で終わっちゃって、何十分もあるじゃないですかイベント、なので本当に、ね、全然打ち合わせもしてないからすごく楽しみにしてます、どんなイベントになるか。まず中身は何も知らないと思いますが、はい、とりあえず今日のイベントに対する意気込みなんかをちょっと教えてもらってもいいですか。そうですね、うん、まあ、なんかライブとかもあるので初めて一人で何曲も歌うんですよ。はい、すっごく緊張してるんですけど、まあそれはもうそこで集中できるように頑張って、とりあえず思いっきり今日は楽しみたいと思います。はい、お願いします。あかりちゃんかわいい、かわいい、かわいい、ありがとう、ありがとう、かわいい、びっくりした。さあ、はい、さやさん、はい、上村さんの企画いかがでしたか。いや、私、あかりちゃんがバースデーイベントをやった時にビデオレターを送らせていただいたんですよ、はい、でこんな形でこうお返しをいただけたってことですごく嬉しかったし、はい、なんかこう、ういういしい司会が本当に可愛かったです。そうですね、はい、緊張しました。それじゃあ、あれですね、はい、最後に1人だけね、はい、ファンの方抽選で選びましたけども、はい、全員に向かって愛してる一言言っていい。愛してる、愛してる心を込めてね、私が、はい、わかりました。愛してる、ありがとうございます。感想、何か一言。あ、私ですか、はい、いや本当に16歳ってね、まだまだこれから長いですから先がねもう今はとりあえず16歳でしかできないことがたくさんあるので、はい、それこそ日焼け止めもたくさん塗ってそのまんま天真爛漫のさやしさんでいいと思いますよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これからも歌もダンスにモーニング娘。もうすぐしげさん抜けちゃうんで、はい、わかんないよ、いきなりリーダーって言われる可能性もありますから、わかんないですから ね、 ね、これからのモーニング娘。も、はい、元気も頑張ってください。ありがとうございます、頑張ります。はい、そして上村さん。はい、さやしさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。はい、もうさやしさんはモーニング娘。さんの9期のオーディションの、はい、密着映像を見てもう私もハロプロ研修生になって頑張ろうと思ってここまで来れたので、はい、ついていこうと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。
はい、そして加藤さんは大丈夫です。ということでゲストのお三方、本当にありがとうございました。本当に大丈夫です。お送りください。ありがとうございました。お前との今日のことは絶対忘れねえからな。ありがとうございました。9曲連続で聴いただけは聴いていただきました。ムーンライトナイトなんですけど、これは私がモーニング娘。に入って初めてのツアーで、高橋さんと新垣さんと一緒に踊ったバージョンなんです。ダンスが激しいので一人で全部できるか不安だったんですけど、どうでしたか？ありがとうございます。今回はモーニング娘。に入ってバースデーイベントをするのが3回目。ありがとうございます。皆さんのおかげです。本当に今日もたくさんの方に来ていただいて本当に嬉しく感じています。幸せです。はい、まあ、そうですね、3年も祝っていただいてるんですけど、来年も再来年もその先もずっと誕生日を一緒にお祝いしてもらえたら幸せです。さやしさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さて、さやしのバースイベント2014も、はい、おしまいの時間になってしまいました。やだーやだー。それでは最後にさやしさん、はい、16歳になったフォークと、そして今日来ていただいたお客さんに、お礼を言って、お別れしましょう。はい、今日は皆さん本当に集まってくださってありがとうございます。別の中本当にありがとうございます。私16歳になってモーニング娘。に入った時は12歳だったんですけど、もうこんな16歳という大人な年になってしまいました。まあ何度も言ってるんですけど、色気は勝手に出てくると思うのでね、こういう風になりたいとか勝手に決めつけて、それに固定、自分をこう勝手にこう固定したりとか無理やりそういう風にするっていうよりは、自分らしく、16歳の私は自分らしく頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。そして今日のイベントなんですけど、今までは4人でイベントをやることが多かったので、1人で何曲も歌うっていうのは初めてだったので、ちょっと途中で息が上がったりした時もあったんですけど、本当に皆さんの声援のおかげで最後まで歌い切ることができました。ありがとうございます。本当に幸せな日になりました。これからもモーニング娘。のこう形とかも卒業があったり加入があったり変わっていくと思うんですけど、それでもこの妻子里帆を応援し続けてもらえるように、モーニング娘。魔法をもっと応援してもらえるようにこれからも頑張ります。今日は幸せな日になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。会場の皆さん盛り上がっていただきましたか？ありがとうございます。以上、妻子里帆バースイベント2014でした。ありがとうございました。ありがとうございます。気をつけて帰ってください。お元気。ありがとうございました。バイバーイ。やっほーい。はい、私の16歳のバースデーイベントが終わりました。はい、今日はそうですね、最初からゲストが来るっていうこう設定を聞いてて、でも誰が来るか分からなくてずっとドキドキしてたりとか、歌も用意してたのでそれ披露するのドキドキしてたりとか過ごしてたんですけど、なんかハローのメンバーがたくさん来てくれるのかなっていう風にいろいろ考えてたんですけど、オカマのカトゥーさんが、オカマのカトゥーさんオカマ芸人のカトゥーさんと、あと上村あかりちゃんと吉澤ひとみさんが来てくださって、あと合唱団の方々までたくさん来てもらっちゃって、すごい豪華なイベントになったと思いますし、今日は本当に今までの中で多分なんだろう、今までよりもさらにこうたくさんの方にイベントにも遊んで遊びに来てもらうことができたし、なんか本当に楽屋に入った時から会場の用意してもらったりとか、
いろんなスタッフさんが来てくれたりとかしたのがすごい嬉しくて、嬉しくてってか申し訳ないぐらい、なんかすごいみんながいろいろ考えて打ち合わせもしてやってくださってるんだなっていうのがすごいこう見て思って感じて、たくさんの人に会ってまた本当に何か本当に幸せです、本当に幸せです、本当に幸せですいや何かいや本当びっくりしたんですよ、だって人いっぱいいるんですよ今日、本当にいっぱい、いや本当にいろんな人が来てくれたんです、だから本当に歌とかでもそうですけど、その分こうイベントでも頑張りたいなっていう風に思ったので、それがしっかり練習してきたのも出せてよかったなと思います。16歳になったのでもうちょっとこうね、考え方も大人になってでも自分らしく頑張りたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ、ありがとう。